さあ続きまして、下から、登場するのが神尾獅子踊りの、皆さんがそろそろ下から上がってくると思うんですが、神尾さんはもう準備大丈夫ですか。はい、ということでですね、ちょっと準備整うまでお話しさせていただきますけれども、このかがり火の舞が今日で9回目なんですね。で今回最終回ということで、まあ、来年もおそらく5月ぐらいから、始まると思うんですけれども、まあ、この大須町において郷土芸能というのは非常にこの今注目されている部分もありまして、盛り上がっているということなんですけれども、まあ、その盛り上がりの中でこのかがり火の舞というのも固定化されつつあるということなので、ぜひですね、来年も5月ぐらいから始まると思うので、まあ、この最終回をご覧になって、そしてまた来年からこのかがり火の舞に足を運んでいただきたいというふうに思っております。で、そこで PR なんですが、お祭りがですね、この金曜日20日、21日、22日と、大津祭りが3日間にわたって開催されます。ぜひですね、皆さん、町外からお越しの方はまた来週末大津に来ていただければ、郷土芸能を、十分に堪能できるかというふうに思っております。はい、神尾獅子踊りの皆さんが、今神社の境内に、なってきております。それではここで、神尾獅子踊りの皆さんの紹介をさせていただきたいと思います。団体プロフィールですが、神尾獅子踊りさんは300年ほど前から伝われると、言われておりまして、房州生まれの方、房州、現在の千葉県ですね、千葉県から、来られた方が釜石獅子の栗林で、若い方々に獅子踊りを伝授したことから、その周辺に獅子踊りが広まって、神尾地区にもこの踊りが伝えられたとされております。でこの踊りは別名房州踊りと言われまして、もともと地元に伝えられていた念仏舞と融合して、現在の踊りが形作られたと推測されております。獅子踊りの特徴は、必ず踊る前に褒め歌を歌ってから踊ることで、門、そして座敷、宿などを褒めます。大津市稲荷神社、小槌神社の、祭礼をはじめとして、地元神尾地区の和の大名寺、そして八幡神社の、祭礼のほか、法事の供養塔等で、舞を、納めております。で本日ご覧いただく演目は、お通り、そして小切り、褒め歌、小切りですね、小切り、そして大引き派でございます。それでは神尾獅子踊りの皆さん、よろしくお願いいたします。
Thank you.
神代塩鳥の皆さんでございました。皆さんもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。今ですね、写真も OK だよっていうお話ですので、先ほどみたく、ご希望の方は真ん中の方にお集まりいただければ、写真撮影に応じていただけるということなので、今郵送名前を、ご覧いただきましたこの神代獅子踊りさん、どうぞ皆さんよかったら写真の方も、ご一緒に、撮っていただければと思います。それではいろいろお話をちょっと聞いてみたいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。今日は、今日は何名ぐらいで、来られました。今日は体育を合わせて15名ですね。15名は、いつもより多い少ない。今日は少ないですね。お祭りは今年は踊りの20名ぐらいの踊りになりまして、あ、なるほど。大体40人ぐらいの方です、ね。まあ、来週の金曜日が、まあ、大津稲荷神社での、まず宵宮での報道から始まって、翌日の安土祭り、そして、大津祭り、小津神社の例大祭と続くわけですけれども、まずもってこの、神代獅子踊りさんが、神社に上がってこなければ安土祭りが始まらないというぐらいの、まあ、長寿寺ではもう格上の、団体さんなわけなんですけれども、練習は大体どれぐらいの、今まさに練習の真っ最中だと、真っ盛りだと思うんですけれども、いつ頃から練習は始まったんでしょうか。今年はですね、8月の末から始まって、週2でやって、今から道具を作りながら来週の火曜日やって、今も手踊りだけじゃなくて、もう頭もかぶって体を鳴らす段階で、だいぶ今、順調に来ます。じゃあ順調に仕上がってきたということで、まあ、道具を作りながらの練習ということなんですけれども、先ほど、まあ、前の中で角が折れたという、これもまあ修理しながらやるわけですよね。これはもう修理しながら、もう予備的にももう準備して。ああ、なるほど。じゃあ、まあ皆さんでこう練習の合間に、まあ修理をやったり、新しい道具を作ったりと、そうですね、いうことですね。わかりました。まああと、そのなかなか今各団体そうだと思うんですけれども。まあ、新しいこの子どもたちであったり若い人たちがなかなか集まらないということなんですが、神代獅子踊りさんはどうでしょう。その辺は結構若い、今日は最年少は何歳ぐらいの小学生が、小学生2年生ぐらい、2年生ぐらい、あ、じゃあもう今回お祭りのこの参加者で新しい方はもう子どもたちであったり若い人は参加者はいらっしゃいますか。新しく高校生の方で今年やりたいっていうのがあ、なるほど、あ、はあ、まあ今少しずつ、まあ、だんだんに本番までいいんじゃないか。あ、なるほど。まあこの獅子踊りの舞も、まあ、一朝一夕では、まあ、それこそ、おそらくできないっていうこと、大体どれぐらいのこの、まあ、年数を重ねてこのぐらいの今日メインで踊って、た方々ぐらいになるんでしょうか。メインで今前に持って大体12、3年ですかね。12、3年、ね、なるほど。で彼らはもう小さい頃からやってたっていう感じですね。そうですね、はい。まあやっぱりそれこそ年数が長ければ長いほどそれなりになっていくんでしょうけれども、なかなか今その担い手がまあ少ないということで、まあ、どこの団体さんもまあ四苦八苦しているというところなんでしょうけれども、今後はどうでしょう、まあ継承するにあたって、まあ、神代地区のも方々ではなかなか、継承するのが難しいと思うんですけれども、やはりその町内外から、メンバーは来られているという感じなんでしょうか。そうですね、神代地区より今逆に町方の方のメンバーがどんどん多いですね。あ、まあ、ちなみに町外から来られている方もいらっしゃいますか。町内はね、今のところは町内で、あ、なるほど。なかなかこの舞を習得するのも難しいと思うんですけれども、希望者がいらっしゃれば大体こう受け付けるというか、まあ、今もう、まあ、祭り前なんで遅いと思うんですけど、それは全然もう、やりたいという方になればもう、なるほど、受け付けます。
お祭りの練習以外はこう定期的に練習とかっていうのはされてるんでしょうか。いや、ほとんどは何かイベントがあればそこでじゃあ1週間前にやりますか、そういう程度に、まあ、はい、なるほど。じゃあ、まあ踊りを習得するのにやはり、まあ、数年から、まあ、十数年とかかかっていくわけなんですけれども、まあ、希望者がいれば、まあ、いろいろと受け付けてもらえるということですね。じゃあお祭りがもう来週の、金土日と迫ってきておりますが、まあ、今日よりももう倍以上の人数がまあ揃うということで、賑やかになりそうですけれども、見どころは、どの辺でしょうか。お祭りの見どころは法の舞、安土祭りの法の舞は、そうですね、安土で行けば安土の神社で一番前ですかね、あとは八幡神社の前ですね、法の舞が。大槌祭りの法の舞は どこになってるんでしょうか。あれどこですかね、松戸社の、ああはい、災害公営住宅、そうです、前ですね、そこの前がそうですね。なるほど。いろいろ祭りのパンフレットというかチラシも配ってあるので、ぜひですね、そちらもご覧いただければ、その神吉塩鳥さんの舞う場所が、ポイントが分かるということなので、そちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。それではぜひですね、大槌祭り、頑張っていただければと思いますが、最後に抱負を、今年はこういうところ、神代のこういうところを見てくれと、何か一言あれば最後に。まあ、元気な踊りを見てほしいですね。気合いの入った。はい、ここで、ありがとうございます。はい、神代獅子踊りの皆さん、お祭りを前にして気合いの入った舞を、披露していただきました。皆さん、もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。また来年ですね、もっと皆さんにこう楽しんでいただけるようなかがり火の舞を目指して、我々スタッフも一度、頑張っていきたいと思います。それでは、最終日に、最終日ということで、大槌町郷土芸能保存団体連合会の平野英樹会長より最後に皆様に一言お礼方々申し述べたいと思います。はい、皆様お晩でございます。本日もありがとうございました。5月から9月までっていうのがあって、毎月第2土曜日、第4土曜日、やってきました。本当に今日もたくさんのお客様にご覧いただいて、ありがとうございます。また来年もですね、このようなイベントをして大槌町の郷土芸能をですね、発信をしていきたいと思います。来週は大槌稲荷神社、大槌の心の小槌神社の祭典が2日続けてあります。
どうぞそちらの方もご覧いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。皆さんのもし足元にこの獅子踊りの神田柄が落ちていたらぜひ拾っていただきたいと思います。お財布に入れとけば金運に恵まれるということなので、今後、年末ジャンボに向けてですね、皆さんいっぱい拾ってください。お財布パンパンになるぐらい拾えば、おそらく年末ジャンボ、期待できるのかと思います。